ジョナサン、ジョナサン、起きた？カレン、ここは私の家よ。どう？気分は。あなた12時間も寝てたのよ。俺は一体今何時だ？あれ、時計がない。ああ、腕時計ね。あれ、電磁手錠に干渉したらしくて止まってたわ。そうか、壊れたか。で、どうして俺はここに。そうだ、俺は奴らにはめられて逮捕されたんだ。そうよ、 BCP からホームの警察に送還されるところだったの。それがどうして。エドと BBC のスタッフと協力して脱獄させたの。あなたを取材中にテレビ中継車と護送車が高速で事故ったことになってるの。脱獄？やったな。今あなたはビヨンドの有名人よ。テレビではあなたのことで持ちきり。30年間のジェラシーってね。指名手配されてるわ。どうして俺をテレビ局が。徳川の不正や悪行にはみんな嫌気がさしているのよ。私たちの番組では徳川の不正を何年も追ってきたの。今回の事件は徳川の尻尾をつかむいい機会だわ。スタッフが何人か入院しちゃってツケは大きかったけど。よかった、 BBC はまだ奴らの手中にはないんだな。そう、報道はあなたの味方。よいしょっと。大丈夫ジョナサン、エドから連絡あるまでゆっくりして。カレン、俺とロレインは憎しみ合って別れたんじゃないんだ。それだけは分かってほしい。聞いてるわ。ロレインは警察官という危険な仕事にずっと否定的だった。不規則な生活、いつ帰るとも知れん夫の心配をしながら、いつも彼女は一人だった。そのうちロレインはノイローゼになり、二度も自殺未遂を。知らなかった。俺は彼女との生活を優先するためポリスノーツに志願した。当時はまさか選抜されるなんて夢にも思っていなかった。訓練期間中はヒューストンで幸せな1年間を送った。あの頃は夢のようだった。それがあの火星行きだ。彼女は俺を待ち続け、地球に戻った時にはもう俺たちの関係は。どうして火星なんかに。ロレインから逃げたかったのかもしれない。彼女の愛情が重くなった。ひどい人ね、ジョナサン。ビヨンド行きが確定した時、彼女は俺から去っていった。初めて彼女はさよならを言って。なんとなくわかるわ、母の気持ちが。Thank you.
こんにちは、ニュースオーダーの時間です。繰り返します。本日未明、連続殺人の容疑でホームへ強制送還されることになっていたジョナサン・イングラム容疑者を乗せた護送車が宇宙港へ向かう途中、 BBC のテレビ中継車との接触事故により爆発炎上。乗っていたイングラム容疑者は現在もなお逃走中、指名手配されております。この事故で BCP、BBC 局員数名が軽傷を負い、宇宙航線の上り車線は通行止めとなっております。また事件の重要参考人であるエド・ブラウン氏も消息を絶っており、 BCP では彼の行方を追っております。逃走したイングラム容疑者は産業エリアへ逃亡したとの情報があり、現在産業エリアへの道路は規制されています。なお、イングラム容疑者は銃を奪って逃走しており、付近の住民には厳重な注意を呼びかけております。各検問所では BCP の指示に従ってください。容疑者ジョナサン・イングラムは元ポリスノーツとして BCP の基盤を築いたオリジナルコップとして知られ、今回の事件は関係者に大きなショックを与えています。それでは BCP 本部長のゲイツ・ベッカー氏の共同記者会見の模様をご覧ください。私はイングラムとは旧友だった。ポリスノーツ以来の。今回のことは非常に残念だ。イングラムがここまで追い詰められているとは。私が力になってやればよかった。彼のことは私が同じポリスノーツとして責任を持って処置する。彼は今危険な状態にある。重度のナーク中毒者だ。おそらく正常な意識はないだろう。BCP の記者クラブからの中継でした。以上、BBC からお伝えしました。
そう、ゲイツめ、好き勝手に言ってやがる。これも CG？ そうよ、 CG 合成の偽物。私のアリバイを細工するために音声もバックも映像もみんな合成よ。私であって私じゃないの。誰も気づかないでしょうね。ニュースそのものもでっち上げだしな。これ、あなたの電波ウォッチ。ひどいでしょ？すっかり止まっているな。もともと80年も前の時計だし、車で逆さになったり酷使したからな。直せないかしら？難しいだろうな、骨董品だから。局の小道具さんに頼んでみましょうか。もしかしたら。いや、もう思い出をたどる必要はなくなった。俺とロレインもこれで。君の家庭をめちゃめちゃにした。その上君までも巻き込んでしまった。ジョナサン、言わないで。私あなたに会って分かった。今まで誤解してた。母のこと、あなたのこと。この時計見てたらあなたのことよくわかる。人の心って本当は時間も空間も関係なく通じ合うものなのかも。私、母の気持ちがよくわかるわ。親子ね、私たち。同じ人を好きに。カレン。私、あなたを。カレン、俺はロレインの。いや、もう母のことは言わないで。私を見てほしい。母の残像じゃなく私自身を。あ、カレン。ジョナサン、愛してるの。俺も愛してるさ、カレン。さ、電話だ。はい、北条です。ああ、エド。ええ、いるわ。変わるわね。ジョナサン、エドからよ。
ああ、俺だ。エド。おう、ジョナサンか。いいタイミングだ。今回はエドに感謝するよ。何かあったのか？ん？ちょっと気まずかったんでな。どうだ？有名人になった感想は？昔を思い出すよ。そうか、そいつはいい。で、今どこにいる？ BCP の近くの公衆端末だ。 BBC のプライベート変換器を通した専用回線で話してる。盗聴の心配はない。俗に言う垂れ込み回線か。こっちは大騒ぎだぞ、ジョナさん。俺も奴らに監視されていて身動きが取れん。メリルに動いてもらってる。何か分かったか？ああ、大体な。手短にしよう。何から聞きたい？例の白い血液の分析結果は？ビクトルが分析結果を残していたよ。やはり AP の使用している人工血液だ。現在人工血液には3タイプあるらしい。待ってくれ、メモを読む。前世紀に開発された不素化合物を主原料とした第一世代の人工血液。で、次に人間のヘモグロビンを遺伝子操作して作られる粉末タイプの第二世代人工ヘモグロビン。最後に今世紀に開発された完全に人工合成された第三世代人工血球の3つ。中でも白い赤血球の特徴を持つタイプは第一世代だけらしい。現在このタイプの旧人工血液は一般での使用は禁止されているとのことだ。使用許可が許されているのは一時的な血液の補給を目的とする軍や AP に限られるらしい。使用者の特定は？ああ、残念だがこの旧タイプには拒絶反応を起こすような表面構造を持っておらず血液型がないということだ。したがってレッドウッドとは特定できない。しかし奴の使用している血液タイプと同じものであるということは言えるわけだ。
何かいい手はないか。選挙はかなり不利だ。物的証拠、状況証拠、証人、何もかもが揃いすぎてる。物的証拠として挙げられている VTR もうまく作られているよ。潜入した時撮ったお前の映像と北条の映像をうまく合成している。このまま奴らの思うがままか。いや、物的証拠になり得ないものが一つある。それは北条の死体だよ。ジョナサン、死体は嘘をつかない。いくら細工してもな。北条の解剖所見は？それが妙なんだ。石田の時と同じく BCP での解剖は行われていない。なぜか BCCH の病理へ回されている。また BCCH か。北条の死因に関してビクトルが気になることを言っていた。気になることって？北条の死体には確かに生活反応もあり、死亡時刻は4時間前だったが、死因や遺体状態がおかしいと言っていた。どういうふうに？石田の時と同じく殺しのサインとなる皮下出血や防御創がどこにも見つからない。それに銃弾が必ずしも致命傷ではないようだ。死因は別にあると言っていた。死因は別にある。それからあの死亡推定時刻も怪しいらしい。通常4時間も経つと小さな筋肉は硬直していないとおかしいらしい。ビクトルは死体の VTR を見ただけだが、銃弾が撃ち込まれた時にはすでに脳死状態にあった形跡が見られたらしい。脳死状態だって？脳死体の生命機能を維持するために投与される特殊な薬品による兆候があったというんだ。それじゃあ北条はずっと以前に殺されていたというのか？ああ、そういうことになるな。脳死体を使ったトリックだ。ビクトルと連絡は取れないのか？それがビクトルは北条の死体を解剖するとか言って BCCH へ出かけたまま帰らないんだ。連絡もない。何かあったに違いない。じいさん無茶しやがって。いいか、ジョナサン、 BCCH だ。あそこのモルグに北条の遺体があるはずだ。ビクトルのことも気がかりだ。どうやら俺はおとりらしい。わかるな、ジョナサン。少し危険だが BCCH 行くんだ。俺は泳がされてる。分かった。奴らの相手を頼んだぞ。あ、まずい。 AP の奴らだ。切るぞ。BCCH へ乗り込むんでしょ？カレン、父の本当の心を知りたいもの。私そんなに長く生きられないの。だから時間を無駄にしたくない。カレン、あなたと一緒にいたいの。母の分まで。それに BCCH は私詳しいのよ。3日に一度は通ってるから案内できる。あ、ジョナサン大丈夫なのか？体の具合良くないんだろ？悪くなっても大丈夫。病院へ行くんですもの。ね、ジョナサン。納得いく説明だ。分かった。BCCH へ急ごう。了解、探偵さん。BCCH に着いたわよ。誰もいないようね。夜の病院はいいもんじゃないな。怖いの？ちょっとね。弱虫。いや、病院は苦手なんだ。ポリスノーツになるとき
体中を嫌っていうほど調べられたんだ。それ以来ね。あの頃は誰でもが宇宙へ行ける時代じゃなかったものね。君は大丈夫なのか？私、行きたいから、生き延びたいから。検査も怖くない。すまなかった。行こうか。病院へ入るぞ。案内してくれ。任しといて。ロビーよ。誰もいないみたい。こんな時間だものね。カレン、モルグはどこに？確か地下にあるって聞いたわ。さあ、こっちよ、ジョナサン。モルグは地下よ。足元に気をつけて。暗い階段だな。何も見えない。大丈夫よ。私についてきて。行くわよ。ここよ。この病院のモルグは。真っ暗だ。何も見えん。ジョナサン、どこかに電気のスイッチがあるはずよ。わかった。手探りで探してみよう。ん？何かスイッチのようなパネルがあるぞ。タッチセンサーか。スイッチに光が灯ったわ。これでいくらかは見える。よし。そう、どれが電気のスイッチだろう。慎重にね。何のスイッチかわからないんだから。よし、まずはこのスイッチからだ。なんだ、館内放送のスイッチか。びっくりした。早く切って。ああ、わかった。ジョーナさん、お願いよ、しっかりして。それじゃこのスイッチはどうだ。落ち着け、カレン。モルグに死体があっても当然だ。私ダメ、こういうの。いや待てよ、これダミーだ。よく見てみろ。あら、ほんと作り物ね。映画の特殊メイクなんかで使うものだわ。一度スタジオで見たことがある。どうなってるんだこの病院は。それにしても気味悪いわね。北条の死体を探そう。中に何が入ってるんだろう。これはビクトル。死んでるの。いや、肌を見ろ。おそらく脳死状態のバイオモートだ。もう死んでるのと変わらん。どうしてわかるの。北条もそうだったらしいってビクトルが言ってた。それに人工呼吸器が埋め込んである。誰がこんなひどいことを。徳川だ。ビクトルは北条のことで何かを掴んだんだ。それで口を封じられた。
これも偽物だ。全部そうみたいだな。変だわ。これだけのマンモス病院なのに死体がないなんて。それにビヨンド内の異常事態はここに運ばれてくるんでしょ。しかもカムフラージュするためにダミーの人形が吊るしてあるっていうのはどういうことだ。よし、何があるんだ。近くへ寄ってみよう。移植用の臓器みたいね。気味悪いわ。これはデイブの腎臓らしい。デイブさんって？ BCP の刑事だ。エドの部下の。行方不明になっていたんだ。どうしてここにそのデイブさんの腎臓があるわけ？それじゃ、こっちのは誰のだ？見ろ、これは BCCH の石田の心臓だ。プレートにドナーのデータが記載されている。ジョナサン、何か音がしたわ。誰だ？ジョナサン、撃つな。俺だ、エドだ。エド、脅かすなよ。悪いな、こっちも慣れんのでな、こういうところは。つけられなかったか？大丈夫だ、メリルが俺の階段をしてくれてる。メリルも気をつけないと危険だな。で、どうだった？工場の死体は。それが変なんだ。このモルグには死体がないんだ。北条の死体も。あるのは偽物の人形だけだ。みんな徳川の月面工場に送られてる。月面工場？それは妙だ。ビクトルは？ビクトルならそこに眠ってる。手遅れだった。なんてこった。じいさん、まさかじいさんもバイオモートに？そのようだ。それにデイブの腎臓がその保存庫に入ってる。から送られてきたことになっているが、デイブはすでに解体されていたんだ。急がないと北条の死体も。
唯一の物的証拠だからな。あの死体は。エド。ああ、すまない、カレンさん。二人とも月面工場に行きましょう。まだ間に合うはずよ。月か、遠いぞ。どうやって行く？ BBC の月取材用ライセンスがあるけど。それじゃ目立ちすぎる。俺でも指名手配の身だ。俺に任せろ。煩わしい手続き不要のスペシャルツアーを知ってる。カレン、君はビヨンドに残って情報操作を続けてくれ。月はまだ一般人には危険だ。メリルに護衛させよう。しっかり頼む。俺たちはビヨンドにいるように細工してくれ。わかった。なんとかやってみる。 BBC の CG チームに相談してみるわ。しばらくの間なら CG 合成でごまかせるはず。ナークカプセルの件はほんのきっかけに過ぎんかもしれん。石田の言っていたもっと恐ろしいことの意味か。ビクトルはどうする？ここに置いていくのか？俺たちで葬ってやりたいが、今はどうにもできん。じいさん、すまない。先生、必ず迎えに来る。とにかく月へだ。